皆さんこんばんは。中央競馬予想 Y 氏の馬券のコーナーです。この動画では、2014年、12月28日、中山で行われますメインレースですね。はい、暮れの大一番、第59回、有馬記念の予想をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、いよいよグランプリですね。グランプリ有馬記念がやってきました。グランプリらしく、メンバーもさすがに、豪華ですよね。まあ、ジェンティルドンナとジャスタウェイが、ここで引退ですね。ビルシーナも引退なのかな。まあ、優秀の美となるのでしょうかね。はい。決闘で言うと、ディープインパクト3区が、なんと7頭で、ステイゴールド3区が3頭、ハーツクライ3区が3頭、あとはシンボリークリスエスですね。シンボリークリスエス、ロベルト系が1頭と、キングカメハメハ、ミスプロ系が、鈴鹿マンボもそうか、ミスプロ系が2頭ですね。はい、そうですね。ジェンティルドンナね、どうなんですかね。5歳牝馬、繁殖入り前、ちなみに血統、中山の2500の血統別成績でいうとちょっと見づらくてごめんなさいね。ステイゴールドが、勝率 22.6、まあ、12-5-4-32で、勝率が 22.6、 連帯率が、32.1、 3着内率は 39.6、過去3年の、2500m の種馬別成績ですね。で、続いていいのがハーツくらいで、3419、勝率 17.6、連帯率 41.2、 連帯率はステイゴールドよりもハーツくらいの方が高いですね。あ、3着内率もか、高いです。はい、ちなみにディープインパクトは02211と、勝ち切ってないですね。連帯率 13.3%、 3着内率も 26.7% にとど、まっております。はい、しかもね、オープンで、馬券に絡んだのは、ラストインパクトが、日経賞で、2014年の日経賞かな、で、3着に絡んでるくらいで、ちょっとやはりディープインパクト3区、まあちょっと相性が悪いコースだというのは皆さんご存知ですよね。はい、で、まあそんな中もう行っちゃいましょう。僕の本命はですね、ゴールドシップにしました。まあ、一昨年の勝ち馬で、昨年の3着馬、さらに言うとですね、春のグランプリ宝塚記念を昨年今年と連覇した馬であります。で、まあある意味お祭り男だということですね。はい、まあ、ステイゴールド3区でいうとね、宝塚記念をね4勝、中山フェスタ、オルフェーブル、ゴールドシップが 2連勝で、有馬記念も4勝、ドリームジャーニー、オルフェーブル、ゴールドシップ、オルフェーブルで4勝ですね。まあ
宝塚記念でいうと、5年前にドリームジャーニーも優勝していますよね。で、有馬記念でいうと、2012年にオーシャンブルーが2着で、昨年オルフェーブルが3着と、結構馬券圏内に対象になっているのがステイゴールド、まあ、さっき見せた通りですけど、まあそのずば抜けた成果の理由っていうのは、まあ宝塚記念と、有馬記念に言えることなんですけど、JRA の芝グレード1 20走の中20競走の中で、距離が2000メートル超で、最後の直線が短いで、ゴール前に坂があるというのはこの宝塚記念と有馬記念だけで、まあ長丁場だけでなくね、まあ長丁場でね軽々しく動けないけど、じっと据えて直線勝負で、まあ勝負してもね勝利は保証されないコースですね。まあそんな難しいコースで持久力に優れている、まあ、ステイゴールド3区が自力で勝負に出ていけるっていうのが、特徴だと思います。まあなんで、ゴールドシップ本命にしました。まあ凱旋門賞はね度外視していいと思います。なんか途中で自分からレースをやめていたということでね度外視していいと思います。まあ、札幌記念ぐらいね走れれば、あの三コーナーからまくり気味に、上がっていければ、まあ、メンバー中最上位ではないかと思いますので、ゴールドシップですね本命としたいと思います。で、対抗下に出てますね、フェノーメノーです。まあね、天皇賞ジャパンカップとちょっと負けましたけどね、まあ本来ならね、まあ本来でしたら、まあ前々の位置でね、前々のっていうのがちょっと消えてますけど、前々の位置でそつなく運ぶ先方のこの馬ですけど、まあ金2走はやっぱらしくなかったのかなという感じであります。まあ中山の 2500m はね、日経賞で勝ったコースでもありますんで、やはり、ステイゴールドの血が騒ぐのではないかと思いますので、対抗としたいと思います。黒三角トゥザワールドにしました。まあ前傾のトゥザグローリーがねこのレース2年連続で3着しましたよね、3歳4歳と。まあその後はあんまり結果振るわなかったんですけど、まあ中山の2500というコースはこの血統的には合っているのかもしれないなと思います。で、まあ、一周前追い切りの動きも抜群でしたし、まあ鞍上ビューイックもね外国人ジョッキーも不気味だと思いますんで、黒三角とさせていただきました。あと白三角ですね、白三角 1,2,3,4,5 と、まあディープインパクト三区はちょっと狙いづらいんですけど、内枠から言うとビルシーナですね。まあ、今回この馬が、枠まあ、2枠を引きましたんでね、すんなり花に立てるんではないかと思います。で、まあ、前走ねエリザベス女王杯はちょっとサンシャインでしたっけにね花叩かれて、まあ散々たる結果だったんですけど、2走前ね宝塚記念が、逃げ粘っての3着でしたんでね、他に競りかかってくる馬がいなければ、まあ、スローで、まあ、この馬逃げ粘るんではないかと思いますんでね、ビルシーナ白三角、
でジェンティルドンナ、まあ中山初なんですけどね、まあ実績上位、牝馬では実績上位ですね。まあまあ言うまでもなくですけど、まあブエナビスタ、あとはウォッカ、ウォッカは有馬記念に走ったのかな、走ってないか、ウォッカは走ってないのか、あとダイワスカーレット急の牝馬かどうかっていうのは実際正直疑問ですけども、まあ牝馬の中ではね、最上位なんで、まあ敬意も表して、白三角一応印を打とうと思いました。あんま推奨はしませんけどね、はい、5歳牝馬来てないですからね、はい。で、ウィンバリアシオンですね。ウィンバリアシオン昨年の2着馬です。まあ金庫賞はちょっとね、走らなかったんですけどね、まあ2回区間をしたのかな、ですごい足元を気にしているみたいで、まあ実力は上位だと思うんですけどね、まあちょっとやっぱ馬って頭いいですからね、痛いって思っちゃうと思いっきり走れないところがありますんで、まあ一応まあ普通に走れば実力上位だと思うんですけど、そういった面で評価を下げました。で、ジャスタウェイ、ジャスタウェイもね世界ナンバーワンで、前走も、ジャパンカップね2着で、まあちょっとエピファネアにね離されすぎましたけどね、まあそれでも面目保ったのかなという感じではありますけど、まあなんせちょっとね、外枠を引きましたんで、印はやはり落とさせていただきました。で、ラストインパクト、まあ上がり馬ですね、調子上げてきている馬ですね、はい。さっき言った通り日経賞で、3着をしてますんで、まあディープインパクトの中では抑えておいてもいい一頭なのかなと思いますんで、ラストインパクトも抑えたいと思います。エピファネアね、エピファネア人気しそうですけど、まあ住吉から、川田くんに乗り換わりということで、あまりプラスではないかなという感じがありますね。まああえて言おう、住吉さんが、前走うまく乗ったと思いますんで、はい、住吉さんからの乗り換わりはプラスではないと思いますんでね、まあやっぱり東京向きだと思いますから、ここはまあ印も打たなかったという感じであります。はい、まあシンボリックレスエースにシーザリオって言ったらすごい僕好きな血統なんですけどね、はい、無印にしました。で買い目ですね、買い目は、3連単で、頭ゴールドシップ固定で、2着にフェノーメノーから、3着三角に流すのと、1着、ゴールドシップ固定で、あこれが違うな、3着が丸ですね、フェノーメノー、3着にフェノーメノーで、2着付けで、黒三角三角に流す、それぞれ6点の計、12点で勝負をしたいと思います。はい、さあもう1週間切りましたね今年もね。皆さん今年はどうでしたか？まあ、僕この動画今年の初めにアップし始めたんですけどね、まあ、夏の間ちょっと、まあ、仕事が忙しかったのとちょっとやさぐれてたのとあって、夏の間はちょっと更新をですねアップをサボってたんですけどね、
ここ、1ヶ月ぐらい、たくさんの方に見ていただいて大変嬉しく思います。一応、この後、阪神カップの動画と、ホープフルステークスの動画も予想動画もアップをしたいと思います。で、地方競馬、東京大賞典がありますんでね、そちらも、日曜日の夜にねアップをできればと思っております。はい、今年1年ね走りきれなかったんですけど、来年は、しっかりですね、毎週、週中地方競馬はちょっと若干更新を休む時もあるかもしれませんが、極力交流所、南関競馬の重賞もそれぞれ、アップをしたいと思いますんで、来年以降もぜひですね、この動画を、皆さんの予想の参考に、していただけたらと思いますんで、どうぞ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしければですね、あと、チャンネル登録100人まであと5人ぐらいですので、ぜひチャンネルしていただけたら、チャンネル登録していただけたら幸いでございます。ぜひよろしくお願いいたします。では、本日も、動画をご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。